場では花束を抱えた沖縄美女が待ち受けております。それから UWA 世界女子タッグ選手権試合です。 UWA 世界女子タッグ選手権試合60分日本勝負を行います。60分の日本勝負、この過酷な戦いに挑むのはまずチャレンジャーラスカショーラスオリエンタレス三田悦子下田美馬であります。続きまして赤コーナーより選手権チーム堀田由美子井上貴子組の入場です。堀田由美子とそして井上貴子 UWA 世界女子タッグチャンピオンチームです。先立ちましてフジテレビジョン様より両チームに激励の花束が贈られます。さあ堀田井上貴子そして三田下田この4人にいわゆる沖縄美人というふうにお呼びすればいいんでしょうか、花束が贈られたところであります。選手権チームよりチャンピオンベルトの返還でございます。さあチャンピオンベルトが返還されます。さあ北斗晶選手にお話を伺いましょう。三田下田に期待するところこの試合直前ですが改めてお聞きしましょうか。そうですね、自分たちの思うようにやればいいんじゃないですか。もうそういうふうに任せても大丈夫なくらいになったというふうに解釈していいんですか。うん、任せても大丈夫とかっていうのもやっぱり、うん、自分たちの思うようにやればいいっていう。本日の一人一人レスラーが違うんだから、私の言うことに従うんじゃなくて、自分たちの、ね、思うようにやってもらいたいと思う。そうですか。さあ次々に4選手が紹介されます。下田テープが舞い込みました。下田美馬であります。165パン三田悦子、そして三田悦子にも赤いテープが舞い込んでいます。ラスカショーラスオリエンタレス三田悦子。赤コーナー選手権チーム155パンス井上貴子。 UWA 世界女子タッグチャンピオンチーム井上貴子。同じく180パンス堀田由美。昭和60年入門組ということは堀田晶選手と同期ということになります。さばくレフリーはボブ矢沢であります。 UWA 世界女子タッグ選手権試合は60分一本勝負で行われます。さあジャガさん三田と下田がねこの下の北斗晶選手の視線を嫌がうふうにもこう感じながらの試合になるでしょうねこれはね。そうですね、教えて、ね、もらった人が見てると焦るようですよ。焦る気持ちの方があるんでしょうかね。緊張しちゃってね、確かに緊張感はこの試合前の雰囲気ありましたが、おー井上貴子の握手を蹴り倒して、さあチャレンジャーチーム構成の試合展開になるんだろうか。おっと、あーいきなり DDT、 あーっと、さあしかしここは体勢を入れ替えるか。ラニアートを返し、こんなやるわ。ようやく手番が回ってきた。三田悦子この井上貴子を捕まえた。さあ那覇市民体育館のファンが反応してくれます。さあ髪を掴んで大きく揺さぶった。さあこの辺り三田悦子が光っておりますが、さあどうか。さあドッパイロドライバーリング中央、かなり試合前からですね、気合が入ってまして、北斗晶がいなければ、ラスカチョーラスオリエンタルスがなければ、今自分はレスラーをやめていないかもしれない。なるほど。
そのラスカ超ラスで自分がここまで来たというところを今日は徹底的にアピールしますというふうに言ってましたからね。それは北斗晶選手にアピールするんですかね。そうですね、そうですね、難しいところですね、さあもうおそらくさんが今の雰囲気を見て、ああ耳に返す子が出てきた、雰囲気が変わったなと、そんな風におそらく見ているでしょう。こういうあの雰囲気の変え方といいますか、ダブルチョップの打ち方一つ一つから何か北斗晶選手は見てましたよね。ねえ、やはり最初を見たときこのままじゃいけないという気持ちがまずありました。というか、もう本当に私も羨ましくなるような体を持ってて、なぜそれを生かさないのかな、生かせないのかなっていうのはありましたけど、まあ、一言だから関係ねえかっていう感じで、なるほど。いや何か今はジャガーさんそういうふうに北斗選手言ってますけどね、指導しているときの北斗選手はかなりこう真剣にね、やってたね、見えますけどね。彼女はプロレスバカの一人ですからね、それだけ内容の濃いものやってましたしね、でもジャガーさんが見た下田を教えてる時もそうじゃなかったですか、もう覚えも悪いし、もう私なんか腹立って腹立ってしょうがなかったんですよ、この二人は。腹立ててると新人は育たないんだよ。なるほど、あ、いいこと聞きました。講師としてね、成熟しましたね、ジャガイモです、ね、そうなんです。あ、しかしちょっとどうでしょう、下田美馬、下田美馬をこれは北斗晶の目の前に連れてきた、そんな感じだ、井上貴子。さあこれで、これでガッツが入らなければ、これで流れを変えなければ女が去るという下田美馬であります。先ほどからですね、北斗選手の方からも2人でやっと一人前になったという話がありましたけれども、本人たち2人で一人前でいいじゃないか、タッグならば女子プロレス界でナンバーワンと言われるように今年なりたいんだと、なるほど、いうふうに話してますからね。さあここで果たして流れを変えることができるか、北斗さん、ここは見たいでしょう。そうですね、っていうか、三田の場合は体を生かせっていうことを言えたんだけど、下田の場合は同じようじゃないですか。そうですね、やっぱりだから自分が本当見せて、補足でもできるんだぞっていうところを見せなきゃっていうのがあったんですよ、ね、下田にはもう目で見せて教えるしかないっていうか。さあここは下田がなんとかこう体勢を挽回してこの三田につないでいったわけでありますが、さあにっこり笑って人を切る堀田由美子が背中にキック。さあこの辺りはチャンピオンチームの意地か、今度は顔面。さあそしてニュートラルコーナーにゆっくりと持っていきます。さあそして井上貴子がゆっくり今度はトップロッカー、捕まえていきます。さあまたキックか、またキックか、キャーンキック、お腹のあたりに堀田由美子のキックが突き刺さりました。さあそしてバックを取った、バックドロップ、そのまま抑え込みます。カウントアウト、危ない、カウントは2つ、危なくボビー浅輪の手がマットを捉えるところでありました。ああまた行く、また行く、さあ人がいいというのを撤回するという北斗晶選手でありますが、またそのキック、ああチャレンジャーチームまたやや肌色が悪くなってまいりました。カウント入るが、カウントを2つでフォロー、おっと平手打ちだ、平手打ち、平手打ち、さあそしてこのカウント、この隙を利用してポールに入ります。髪を掴んでカウントは2つ、なんとか勢いをつけたいチャレンジャーチームだ。あーしかしアームホイップ、そしてこれ下田美馬にスイッチしていきます。さあロープにする、あー平手、平手、うわーこれは井上貴子も意地があります。ここまで見て阿部さんどうでしょう。ちょっとね、下田もね、井上貴子もね気が強いんですけど、今日またちょっと下田の気の強さがね勝ってますね、出てこないんですよね。下田の方ね、はいはい、井上貴子の方の気の強さが ねガンガン出てますが、その辺でね、今頃あの隣でお師匠さんが怒ってるんじゃないか。お師匠様はどうでしょうかね。うちのお師匠さん、あ、2人いらっしゃいましたね。一番近い方のお師匠さんどうでしょう。そうですね、もう腹当たってるようですけどね、下田もね、もう先輩なんか3倍くらい返すのでおかしいですよね。
そして唇をかみしめてこちらの師匠さんの今元に三田悦子が届けられました。あーそして三田悦子今度は本部席だ本部席。やっぱり北斗晶選手が今日の特別ゲストですが、これをやらなきゃいけないのはチャレンジャーチームですよね。そうですね、あーそして堀田が椅子を持ち上げてますよ。はい、タックで、ね、うん、一番になりたいって、うん、本当にいいことだと思うんですよ、一人でダメなら二人でっていうふうに、はいはい、すごいいいことだと思うんですけど、もう今見てる限りでは、はるかにペアとしては、ね、うん、まあ、くっつけたようなペアだけど堀田と井上の方がいいかなっていうふうに思いますからね。あ、厳しい言葉がリングの下から。もちろんこの声は本当は聞こえてはいないでしょうけれども、おそらくこの北斗晶の目がそういうふうに自分たちを見ているだろうということはこの2人は感じ取っているはずです。ここから流れを変えなきゃいけない。そうだ、ネックに体ロープ、さあそしてトップロープ、さあ変えろ流れを、カウントが入る、カウントは2つ。さあ大きく吠えた三田悦子、ダブルチョップ。これを教えてくれたのは北斗晶だ。自分の体を浮かせ大きく見せろ、そう教え込んだのがこのダブルチョップ。そしてフォームに入る、カウントは2つ。さあすぐ次の技に移行しなくてはいけません。それでなくては今までチャンピオンチームが作ってきた流れは変わらないものではないと。さあどうだ、カウントは1つであります。さあここからダブル攻撃に入るチャレンジャーチーム三田下田。さあラッカショーラスのダブル攻撃はどうだ、キックダブルのキック、ややロープに近い、カウントは入りません。さあどう持ってくる、青コーナー足を取った、足を取った。さあそしてボストンチャーの体勢に入ります。さあそしてどうか、三田悦子の反撃の体勢、いつでも出ていけるぞという状態でありますが、さあ今出ていった、さっきまでの体が山のようにあるはずです。ストンピングを3発見舞っていきました。さあ高子よく見ておけ、あーもう井上高子も上げられるもんなら上げてみろ。さあ釣り天井の体勢に入ります。しかし堀田は重いぞ、どうかな、一歩外れた、足もう一回、さあもう一回体勢、あーこれはこのままという体勢になりますね。今やはり阿部さん、あそこでこうタイミングをつけて打ってあげたかったところですが、ちょっと外れてしまいましたんでね、手が滑ったんで、ね、手が滑っちゃいましたんでね、はい。さあ今度は三田悦子にスイッチしていきます。どうでしょう、まだ気合が空回りしているでしょうか。あっと今度はダメ、同じ技は3回は通用しません。さあそして井上貴子、井上貴子がロープに振る、ガニアートバッキョ取る、そのまま落とした。さあさっきまでの借りをのしをつけて返すか、ラスカチョーラス、井上貴子を捕まえました。さあそして堀田をリング外に脅しておいて、さあ場外戦か、場外戦になるのか、リング外との戦いになる。さあここからどう持ってくる、井上貴子を捕まえました。さあこれはブレンバスターではいけませんで、そのまま落とします。タッチワークが目まぐるしくなってまいりましたチャレンジャーチーム。さあロープに振り返されました、セカンドロープアート。さあこっちは流れを振りたいところだが、後ろからキック、ホッサのキックが待っていました。さあ後ろを取ってバックドロップか、いやここでここを切った、ダリアートかわされた、ちょっとなんか違う、エルボーエルボーエルボー、体勢を変えて下段にまだがどうか。さあそしてニュートラルコーナー、セカンドロープに登りましたが平手がなっている、セカンドロープ逆に登っていったのは井上貴子だ、井上貴子。さあそして流れ式のアームホイップ、
どうもやっぱりもう一回北斗晶選手の厳しい言葉を言わなきゃいけないようですが、この2人はどう思っていけばいいんでしょうね。15分経過した時点ですが、自分で考えなきゃダメなんですよ。考えなきゃダメ。何かこう喉のあたりまでこうしろっていうこうアドバイスが出てるんじゃないかなと思いますが、やはりここは今北斗晶選手は一つこの2人を突き放しましたが、さあどうか。ダブル攻撃で飛んでいった。さあそして三田悦子、三田悦子を飛んだ。長身の三田悦子が一気に2人をなぎ倒していきました。さあラスカ長打の攻撃はまだまだ続いていくか。今度は下田美馬、ミサイルキック炸裂。さあそして本田由美子は抑えているぞ。さあどうか、カウントは入る。カウントは2つ。場外戦で耐えました。流れを変えていきました。さあ3人が決め技デスバレーボム、そしてデスレイクドライブがある。阿部さん、ここに持っていくのはどうするか。さあどうか、あーっとこれはこれをうまくかわした。あーダブルチョップ。今はデスバレーボムに阿部さん行こうとしたところですがね、さあどうか。あー堀田由美子がここは間に合った。しかしもちろんこの技があることは100も承知。さあそしてバックオンタ、オーロラスペシャルか。オーロラスペシャル、リング中オーロラスペシャル。さあどうか、カウントだ、入らん。3度目の防衛成功かというところ。カウントは 2.8。 さあ堀田由美子にもピラミッドドライバーがある。さあと平手打ち、そしてニュートラルコーナー、もう一回振り返す、振り返された。キック。ジャガさんどうでしょうね、ここっていうところまで来るんですけどね、繋がらないですね。繋がらないですね。何かこうジリジリするようなね感じがこう実況していてもするんですけどね。高さ抑え込みを、うわー高さ抑え込み、今のは決まったかと思いましたが、さあどうか、ラリアートかわされた。あキックを決まっておいてどうか、これはダメ、これがつながらない。どうしたらすか、長打数どうしても最後で、このところでガサれてしまう。あっとどうでしょうか、どうでしょうか、このチャンスを生かすことができないのか。ラスカ長打オーリエンタレ、あーパー。もう一回ファイブストライバーの体勢に入るのが入った。あーと今ラリアートに行こうというところ、何をやってるんだという感じで一発張り手。阿部さん、チャンピオンチームの強さを見せてますね。この段階はピラミッドドライバーかわされた。ピラミッドドライバーに入ると、ピラミッドドライバー後ろです。いやこのまま勢いをつけてなんとかこれを逃れました。あと後ろから今度は井上貴子。阿部さんどうでしょうね、この流れの作り方ね。相変わらずこうちゃんと打つの余裕あります。余裕があるんですよね。あーとこれもデスバレーボムに行こうとするところ、この技は十分チャンピオンチームは知り尽くしている。そしてこの下田美和にはデスレイクドライブがあるが、デスレイクドライブに行くためには相当相手を痛めつけなければ。あーと逆にあーバックドロップホールドでありますが、カウントは2つ。さあロープに振る、振り返すか。バックを取った、バックを取った。タイガース、あータイガースープレスに入ろうというところだが、これもダメ。今は青コーナーが分断されています。ミサイルは今青コーナーサイド、いやダメージが大きいぞ。顔面から落とされました。2人攻撃、赤コーナーチャンピオンサイド優勢だ。3度目の防衛濃厚になってきた。肘を落とします。逆転技があるんでしょうか。カウントは2つ。とカウント3つ、入りそうで入らない。風船の灯火です、チャレンジャーチーム。トップロープ高子が舞う、これはかわした。さあ下田美馬、力は鮮血が舞う。あーとバックドロップ、下田美馬目がうつろになってしまったか。まだしかしデスバレーボムもデスレイクドライブも出ていません。あーとこれはうまくかわした。タイガースープレック、タイガースープレック、やっぱり手がどうか。ちょっとバルさん体勢崩れてましたかね。ちょっとね、気持ち弱かったですけどね、気持ちなんですが3人弱かったですよね。さあそして
さあそして持ち上げた、高藤を持ち上げた、後ろに持っていく、そして下田美馬が飛んだ、下田美馬が飛んだ、これでどうだ、これでどうだ、さあ北斗大輝が間に合った。20分経過、奈良県体育館の床が揺れています。カウント3を待ち望むファンの声が揺れている。さあどうか、チャンピオンチームここまで優勢だったが、ようやくここで、あっと今のはブレンバスカット、ちょうどなんか DDT の間のような感じになりましたけれども、さあとどめだという声が放送席まで響いた、北斗晶の胸に響いた。さあどうか、いよ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 これはデスレークドライブの回転に入るが、あっとここでフォローが欲しかったら、あっと落とされてしまいました。さあそして井上貴子がセカンドロープからトップロープゆっくりの方を進めていった。さあそして飛ぶぞ飛ぶぞ、あー膝、さあどうかミサイルの膝攻撃、あー危ない危ない、カウントは2つ。先ほどからこの膝狙いということでサポーターを下げてるんですよ井上貴子は。なるほどね、あー下げてますね、白いサポーターが下がっている。その膝を受けましたが、なんとかフォローがあった。青コーナー危ないぞ、どうなるんだ、さあとプラデッサレーボム、絶好的なのデスバレーボム、一変に流れを変えたぞ。この技です、この技があれば、この技があればベルトは取れます。さあそしてイエスに加えると大事な、いやこれはタイガー、タイガーズレッツゴーガー、タイガーズ間に合いましたが、間に合いましたが、リタエットはこれをこらえた、さあチャンスだ、チャレンジャーチーム先輩一流のチャンス、このチャンスを逃したらもう後はない。さあようやくようやくデスレッグドライブの体勢に入る、だから引きずり下ろす、国体に投資を押す、デスレッグドライブ、デスレッグドライブ、これで決まるか、これで決まるか、チャンスだ。最後は下田美奈のデスレイクドライブ、井上貴子を沈めました。3回目の防衛失敗チャンピオンチーム新チャンピオン、下田美奈選手の勝利、これまして青コーナー UWA 世界タッグ選手権試合は開催の一方です。さあ新チャンピオンが誕生いたしました。下で見つめていた北斗晶選手はどう見たでありましょうか。北斗さんどうですか。そうですね、これはやってるものじゃなきゃわからないかもしれないんですけど、取ったことにおめでとうとも言えないし喜んじゃいけないと思うんですよ。なぜかっていうのは、取るのは簡単なことだと思うんですよ、だけど守るほど大変なことはないんですよ。なるほど、だからまたこのベルトを持ったことでこの際にはまた試練がついてくると思いますよ。そうですか、今の言葉は祝福の言葉というふうに我々は受け取りたいと思います。青コーナーで泣き崩れるその2人に今の北斗の声があるいは届いたでありましょうか。ジャガーさんからはどうですか。勝負には勝ったんだけれど、まあ、あの内容としては負けた試合ですから、まあ、これから防衛して、ね、本当のチャンピオンになっていってほしいですね。ジャガーさんのいつも言うあの言葉ですかね、本当に防衛する方が大変ですからね、はい、ベルトがチャンピオンを作ると、ベルトが選手を作るというまさにその言葉をジャガーさんから送ってもらいたいです。やっぱりね、はい、そのベルトが今2人のもとに手にしっかりと握られております。 UWA 世界女子タッグチャンピオンベルト、三田悦子、下田美馬、この2人のラスカチョーラスオリエンタレス、今上田新司コミッショナーから認定証が渡されております。新チャンピオン誕生です。三田悦子、下田美馬、この気持ちを、その気持ちを胸にもっともっと今度は大きな大きなレスラーへと座っていってもらいたいと思います。これからです。三田悦子と下田美馬にとってはこれからが大事です。UWA 世界タッグ新チャンピオンが誕生しました。おめでとうございます。どうぞ。いや、2人合わせて勝ち取りましたね。でも最初高子の2位でもう絶対危ないなとか思ったんですけど、三田がうまくフォロー出てくれてデスバで決めてくれたんで、やっぱ心が通じ合ってるペアだこそできる連携だなって思って、すごい三田に感謝してます、2人で1つということ本当実感できました。さあそして今日は放送席には北斗晶選手がしっかりと見てましたよ。その前で取りました。もうすごい試合前から緊張してたんですけど、全然宇野さんが思ってらっしゃるプロレス
今全然自分たちはまだ手が届いてないし、そこまで行けてないんで、皆さんが引退されるまでには完璧にできるように、ベルトの価値を落とさないように頑張っていきたいと思います。ベルトは取ったけれども、これからが大変です。頑張ってください。